この夏どこに行こうかなと迷っているあなた、ぜひおすすめしたいのが東京の離島、伊豆小笠原諸島。そして島に行くときにぜひ使ってほしいのがこちら、東京宝島海空便です。出発地、到着地を選択すると、船、飛行機を使った最短経路、料金などがまとめて検索できるんです。伊豆小笠原諸島への交通手段や運航情報は各事業者のホームページで提供されており、目的地までの最短経路や運航情報を一度に確認することができませんでした。そこで、すべての交通機関の運航経路などをまとめて確認できるように、東京宝島海空便を作成いたしました。でも、島への旅行って天気が気になりますよね。台風が近づいているけど、船や飛行機は大丈夫かな？そのあたりはどうですか？気象条件等による遅延や欠航が多い島嶼地域の特性を踏まえて、全運航事業者に提案して、運航情報を自動で更新できるようにしました。他にも海空便のおすすめポイントがあれば教えてください。交通手段等の情報に加えて、11の各島のページではそれぞれの島の魅力を分かりやすいように紹介しています。また検索結果ページからは島の観光情報にも簡単にアクセスできるようになりました。個性豊かな11島が皆様の訪れをお待ちしております。そして旅のお供にはぜひ海空便をご利用ください。都会の喧騒から離れて島でゆっくりするのもいいですね。伊豆小笠原諸島への旅には浮き輪と帽子と海空便、よろしくお願いいたします。